はいどうもチョスです。というわけで今回も8月のシンデレラ9の方をやっていきたいと思います。というわけで今回はこちら、やきもきホワイトデーというストーリーの方を見ていきたいと思います。8月のシンデレラ9。はい、というわけで今回もストーリー見ていこうと思いますけど、今回は、こちらのストーリーはですね、1年生編の3月中旬となっておりますと。まあホワイトデーですね。うん、ということで、遊び方見ていきましょう。で、遊び方はまあ特にないんですよねこれで、まあ報酬ゲットしろよっていうあれです。それだけです。はい、ということで早速第1話から見ていきましょう。8月のシンデレラ9。まあちょっとホワイトデー現実では過ぎちゃったんですけど、まあせっかくなんで見ていこうと思います。ホワイトデーが間近に迫ったある日。ねえ、ちょっと聞きたいんだけどさ、みんなはチョコのお返しってどうするつもりなの？お返し？ああ、もうすぐホワイトデーですもんね。私はマカロンを作るつもりなんです。新しい料理にチャレンジしてみようかなと。大変やな、女子たちは。友チョコでこう渡し合ったやつをさらにお返しでホワイトデーにも返さなあかんのか。あれ、スコーンじゃないんだ。バレンタインの時みたいに作ると思ったのに。スコーンは今回も同じだと皆さんが飽きてしまう気がして。ちなみに浮田さんはどんなお返しにするんですか？あかねはホワイトチョコを渡そうかなって思ってたよ。へえ、ちゃんと考えてるのね。適当に済まそうと思ったけどダメかなこりゃ。ひらっちは何が気になってるのだ？普通にお返しすればいいのだ。普通に。いやー、天草からすっごいチョコをもらったので、どんなお返しをすべきか迷ってるんですよ。もういろいろ考えて、昨日探し回ったりしましたけど、どれもダメそうな気がして、わかんないし、まあ天草ちょっと難しそうやね。だからもういっそのこと。なんや？はい、天草にお返しをあげるわ。私の超おすすめなのよ。嬉しいでしょう。これは、インスタント麺うまかもん。お湯を注ぐだけで最高の豚骨とか神だよ。今までクソダサとか言ってごめんねいろはよくってよいろは様絶対ならんやつやんってなったりしないかなと。ならないと思います。それ単に朝比奈さんが食べたいだけですよね。分かってるわよそんなの。ああ、もうじゃあ何を用意すりゃいいの？何ももらえないより何かもらえるんなら、あかねはどんなのでも気にはしないけど。そう考えたらちゃんとチョス君にお返しもらえるか不安になってきちゃった。あ、大丈夫ですよ浮田さん、優しい人ですからきっと準備してくれますよ。あー、そっか、チョスは野球部のみんなにお返ししなきゃだから大変なのだ。ほんまやな何個お返しせなあかんねん。ま、つこもに比べたらそれでもマシな方かもしれないのだ。つこも先輩がですか？友チョコのお返しはあるかもしれませんけど、男の人に比べたらそうでもないような。ところがどっこいなのだ。いや、つくもはモテるからな。つくも大変なのだ。下駄箱がとんでもないことになってるのだ。とんでもないと言われてもね、具体的にどうなっているのか説明してくれ。ズバリチョコまみれなのだ。はあ、いいから来るのだ。見ればどういうことか一発でわかるのだ。はいはいはい、ほんでこのシーンね。これはほーれ、葵の言った通りなのだ。下駄箱がバレンタインのチョコまみれなのだ。チョコを渡されることはあったけど、まさかこんなにたくさんのチョコを下駄箱に入れられるとはね。不安が多いな。ん？手紙もついてるな。どれどれ。凛々しいつくも先輩が好きです。私も女の子ですが付き合ってください。はあ、これはホワイトデーが大変そうだ。お返しを渡したらちゃんと断っておかないと。おい、かっこいい。ヒューヒュー、つくもってばもってもてなのだ。からかわないでくれ葵。この量じゃ喜びより困惑の方が大きいよ。贅沢な悩みやな。ってことがあったからつくものホワイトデーは超大変に違いないのだ。そういうことって実際あるものなんですね。女子校とかでやるようなイメージでした。でもつくも先輩はかっこいいですから、
そういうことがあるのも納得しちゃいますよね。うん、納得しちゃうね。だよね、カキーンって打った後に走ってる横顔とかイケメンって感じするし、それにピッチャーの時とかバシッと押さえててかっこいいよね。だから今日はお返しを買いに行ってるらしいのだ。そこら辺用意周到なのだ。ムフフ、葵がこっそり渡したにゃんこチョコにつくもが気づいてるか楽しみなのだ。あー、入れとったねこのシーンね。はいはいはい、入れてました、入れてました。差出人不明の謎を解くことができるのか、間近で楽しく見物させてもらうのだ。いいね。そうだ、ホワイトデーの日だけどさ、昼休みにこのメンバーで集まらない？天草に渡すものは用意するつもりだけど、もし怒らせちゃったりしたら困るし、一人じゃ心細いし、お願い。はい、はい、私は構わないですよ。そのどうなるか不安ですけど。葵も参加するのだ。天草とのリアクションが楽しみなのだ。あ、茜はちょっと遅れるかもだけど、用事終わったら行くね。はい、というわけでそわそわしてますね皆さん。ということで、第1話見ていきました。というわけで早速第2話の方を見ていきましょう。8月のシンデレラナイン。そして迎えたホワイトデー当日。いきなり呼び出して何の用なの？さっきからずっとそわそわしてるけど、はよ私や。実はその、なんとひなっちが甘ことにバレンタインのお返しを用意したらしいのだ。ちょ、浅田先輩。へえ、いろはにしては気が利くな。私の対策を目にしたら当然かもだけど。ふふん、葵たちも相談に乗ったのだ。だから甘ことが超喜ぶお返しになってるはずであろう。そう言われると楽しみですね。どんなのが出てくるんだろう。2人ともハードル上げるのやめて。大丈夫なんでしょうか。やばい、結局迷っちゃって渡すものがないって言える雰囲気じゃない。何か渡せそうなものが入ってれば。はっ、これだ。なんだ、待たせたわね天草。お返しはこれよ。ダークライトニング。ダークライトニング、ブラックサンダー的なやつ。それも2個。てんてんてん。あ、そのお返しが思いつかなくて。もしかして怒ってる？怒るに決まってるじゃないの。私の超大作とコンビニで買えるお菓子が同じレベルだと思ってるってことなの？だからさっきから言ってるでしょ。考えたけど思いつかなかったんだってば。もういい、知らない。イロハのバーカ。ああ、怒らせちゃった。ちょっと待ちなさいよ天草。あっちゃー、葵的にはいける気がしたんだけど、ワンチャンすらなかったのだ。コンビニで買える1個30円のお菓子ですし、天草さんが怒ってしまうのも当然ではないかと。やっぱりブラックサンダーやね。いや、あれうまいけどな。ま、あとのことはひなっちに任せるのだ。なんとかなることを葵は祈ってるのだ。ふぐす。おお、どうしたどうしたどうした、あかねっち。どうしたんですか浮田さん、そんなに泣いて。まさかチョスからお返しがもらえなかったとかなのだ。うん、逆なの。グス。ん？教室寄ったらお返しもらえたの。バレンタインありがとうって。よかったよ。あー、泣いちゃった。おめでとうなのだ。おお、そうだったのだ。もう心配させないでほしいのだ。なんか無理かなって思っちゃったやんかな。ごめんなさい。でもほっとしたら涙出てきちゃって。本当に良かったですね浮田さん。何をもらえたんですか？ねクッキー。あ、クッキーな。はいはいはい、クッキーだよ。ほら、こういうまん丸の、これは確かブールドネージュですね。雪をイメージしたクッキーで、口の中で崩れるような食感なんですよ。はいはいはい、ブールドネージュね。はい、わかるわかる。ほほ、なんか普通のクッキーより洒落てるのだ。へー、そうだね、長谷さんも一緒に食べる？いろいろ手伝ってもらったから。あー、ちょっと複雑。いえ、私は遠慮しておきます。せやな、浮田さんの気持ちに対するお返しなんですから、分けてもらうのはその申し訳ないですし。きっと浮田さんが全部食べた方がチョス君も喜んでくれますよ。あー、そんな、
うむ、ハセマリの言う通りなのだ。アカネッチがじっくり味わって食べるべきなのだ。そうかもですね。じゃあアカネだけで食べよっと。へえ、ハセさん、浮田さん、こちらにいたんですね。どうした？モテモテのつくも。お、つくも、そんなに大きな紙袋をぶら下げてどうしたのだ？どうしたって決まってるじゃないか。チョコのお返しを配っているんだよ。え、それ全部がお返しですか？ええ、思ってたよりも量が多くなりました。友チョコなども含めたので仕方ありませんが。すごい、律儀なんですね、つくも先輩。お二人にも友チョコをいただいたので、こちらをどうぞ。お口に合えばいいのですが。ありがとうございます。葵もお返しが欲しくなってきたのだ。なんか勝手に手が伸びちゃうのだ。ビョーンビョーン。葵からはチョコをもらってないだろう。ああ、気づいてない？悪いけどお返しを渡すつもりはないよ。ああ、ブー、一個くらいくれたっていいのに。つくもってばケチなのだ。ぐぬぬ、この感じ気づいていないのだ。おのれ、つくも、どこまでにぶち、にぶちなのだ。では、私は他の方にもお返しを渡しに行くので、これで。なんか実は気づいてて、ね、最後に渡すとかじゃなくて。そんな気がするけど、ちゃうから。ちょっと待つのだ。せっかくだから葵も一緒に行くのだ。いや、葵が一緒に来たところで何の意味もないじゃないか。ふふん、つくもにチョコを渡した物好きの顔を見に行くのだ。はいはい、わかったよ。こうなったらつくもが葵にお返しを渡すよう、それとなく誘導してやるのだ。なるほどね。はい、というわけで第2話見ていきましたけれども、どうやらつくもちゃんは気づいてないっぽいですね。いや、これ実は気づいてて、浅田のロッカーに入れといてほしいですよね、お返しを。ないかな、さすがに。というわけで、じゃあ第3話見ていきましょうか。8月のシンデレラン9。憧れのつくもさんからお返しだなんてありがとうございます。そんなに大したものじゃないけどね、小腹が空いた時にでも食べてもらえれば。いえ、つくもさんからもらったんですし、大切に食べたいと思います。同学年だし敬語じゃなくて構わないよ。あ、ごめんなさい、つい。すごいな、憧れの存在ってやつやな。それじゃ私はこれで失礼するよ。行こうか葵。ほーいなのだ。もうつくもからお返し嬉しいってみんな同じリアクションばっかなのだ。まあ予想通りの反応ではあるよ。今までのバレンタインもこんな感じだったからね。もうちょい変なリアクションが見たいのだが、つくものお返しにいきなりケチつけるとか、唐突なデュエルが始まったら面白い。デュエル。デュエルってやつ、遊戯王的な。お返しを渡してそんな風に対応されたら予想の斜め上すぎて驚いてしまいそうだな。まあ印象には残りそうやけどな。うむむ、つくものやつ葵のチョコに気づく様子がないのだ。どんだけなのだ、とんでもないのだ。これはさっさとバラすべきなのだ。いや、まだ早い気がするし様子見するのだ。さてと、それじゃあ次の教室に。ねえ、さっき王子来てたよね。もうどっか行ったみたいだけど。王子？ああ、つくもさんのこと？さっきバレンタインのお返ししてたっけ？お、なんかつくもの噂をしてるみたいなのだ。これはこっそり聞くっきゃないのだ。葵、別にそこまでしなくても。ほんとうざいよね、王子って。女子からチヤホヤされていい気になってさ。おっと、まさかの。あはは、だよね。つくもさんみたいな無表情女の何がいいんだろう。上から目線で正論言うだけの性格ブスじゃんね。そんなこと言うなよ。な。かわいそう。後輩に無神経なこと言って泣かせたりもしたらしいじゃん。完璧超人だからって調子乗りすぎだよね。お返しだってどうせポイント稼ぎでしょ。女の子に優しくする渡して超完璧みたいな。うわ、ナルシストすぎて金も。お前なんやこいつ、ムカつくな。ぐぬぬぬ、好き放題言いよって。ちょっくら老いが文句を。
行かなくていいよ葵、私の言動が招いたことだから仕方ないさ。優しいな。何言ってるのだ。もしつくもが本当に嫌なやつだったら葵はこんなに怒ったりしないのだ。せやな、つくものことを何にも知らないくせにあんな言い方するなんて許せないのだ。今までもこういうことはあったからね。私のことを不愉快だと思う人間が多いことは自覚してるつもりだよ。だからあんな風に言われても仕方がない。ただそれだけの話さ。あれ、つくもかな先輩じゃないですか。こんなところで会うなんて奇遇ですね。そういえばさっき変なこと言ってる先輩がいましたけど、かな先輩には関係ないですよね。性格も顔もブスな人だったんですよ。もうほんといろんな意味で超ダサくって。ちょっとあっち行こうか。やるやん。うん、用事があったもんね。急がなくっちゃ。ココちゃんやるじゃないか。ありがとうありがとう、すっきりしたよ。はあ、みっともない連中ね。あんなのが先輩とか信じられないわ。ああいう鍵口、自分のことじゃなくても聞いてるだけでイライラしちゃいますよね。もしかしてココッチ、わざと大声でつくものことを呼んだのだ。当たり前じゃないですか。じゃなきゃかな先輩のことフルネームで呼んだりしないですって。なんでですか。どうしてあんなことをしたんですか。愛坂さんからしたら彼女たちの発言に同意できる部分もあった。あったのでは。確かにかな先輩で怒声論をぶん投げてくるから私もムカつくって思うことはありますよ。でも陰でぐちぐち言ってるだけみたいなダサいこと私には似合わないですもん。間違った意見じゃないから言い返せないし、きつい言い方をされたこともあるのでマジでムカついちゃったりもしますけど、まあそうやってね、あの面と向かって言えるんやったらいいよね。ココッチ、あの出来事があってからいい意味で度胸がついたような気がするのだ。それにつくも相手にはこれぐらい言った方がお互い刺激があるはず。いいことなのだ。愛坂さんは強い方なんですね。少し印象が変わったかもしれません。もうかな先輩ってば気づくの遅すぎ。私のことを見直したんならレギュラーを譲ってくれたっていいんですよ。ふふ、ライトを譲るつもりはありませんが、その代わりにこちらをどうぞ。え、これってチョコのお返しですよね。私、先輩たちにはチョコ渡してないですけど。先ほど助けていただいた俺です。お返しは余分に持ってきていたので、よかったら受け取ってください。浅田に渡したれよ。ガーン。そらそうやな。なぬわ、本当ですか。それじゃありがたくいただきます。で、青い、いきなり変な顔で固まってどうしたんだい。な、なんでもないのだ。なはは。お返しを余分に持ってきたとか何なのだ。なら葵にくれてもいいのに。ぐぬぬ。ココッチがもらえたのに葵がもらえないとかダメなのだ。葵大敗北なのだ。いや、きっと葵にはとんでもないものを用意してるから準備に時間がかかっているのだ。きっとそうに違いないのだ。うむ、ポジティブやな。ということで、第3話見ていきましたけれども、ココちゃんナイスプレイでしたね。うん、ああいう陰口言うやつはもうダメですよ。どもがつきますからね。まあそれをいい感じにスカッと解決してくれましたけれども、いや、良かったでございます。で、あの余分に持ってきていたお返しを、あの浅田パイセンには渡さないというね、つくも何かありそうですね、これは。というわけで、じゃあラスト第4話見ていきましょう。8月のシンデレラン9。つくもめ、まだ私に来ないのだ。練習も終わったのになぜなのだ。ぐぬぬぬ。バレンタインのお返しは配り終わったんだし、いい加減葵のチョコに気づいていいはずなのに、わからないままとか何なのだ。だからごめんって言ってるじゃん。もうどうしたら許してくれるのよ。んーだ、それぐらい自分で考えてみなさいよーだ。もう甘子とはまだご機嫌斜めなのだ。葵はしょんぼり中だから少しは落ち着いてほしいのだ。ダークライトニングなんかと私の芸術を一緒にされたからこうなるのも当然ですよ。ならそのダークライトニングをひなっちにペッて返せばいいのだ。どうしてそうしないのだ。それはその
その改めてだけどさ、お返しが適当になっちゃってごめん天草。いろいろ考えてみたんだけどうまくまとまらなくて、何を渡せばいいか思いつかなかったんだったら最初から天草に聞いてみればよかったんだよね。私の欲しいものか、それだったら絵に関することだな。あ、そうだ、一本足打法の絵が描きたいと思っていたんだ。それのモデルになってくれればいいよ。おお、そんなでいいのか。え、そういうことでいいの。それならお安いご用よ、任せておきなさい。ちなみに3時間ぐらい描くつもりだから、振り切る前のポーズでずっと立っててね。そういうことか、マジで。ムッフフ、なんだかんだ丸く収まったみたいでよかったのだ。よし、それじゃあ私のアトリエで描くわよ。アトリエとかかっこええな。ほら、さっさと行くよ、いろは。それじゃあ葵先輩、お疲れ様です。マジで、マジで言ってんの。言ってしまったのだ。ひなっち、頑張れ。なんだかんだで天子ともあかねっちもお返しがもらえて嬉しそうだったのだ。でも葵は大敗北なのだ。ぐぬぬ、やっぱりつくもに直接言うしか。でもそれも負けた気がするし嫌なのだ。あー、来たー。待たせたね葵。じゃあそろそろ帰ろうか。ほいほーいなのだ。そういえばつくも、チョコのお返しは全部配り終わったのだ。ああ、差出人が分かっている分は全て渡し終わったよ。その言い方なんかあるぞ。ただ一つだけ差出人が分からないチョコがあったんだけどね、誰なのか分からずじまいだったよ。そうなのだ。結局分からないまんまだったのだ。葵の賭けは完全敗北で終了なのだ。そうだ、よかったら葵にこれをあげるよ。お返しが余ってしまったからね。むむ、葵に余り物を押し付けるとは、なんたる無神経なやつなのだ。いらないんだったら別に。いらないとは言ってないのだ。とりあえずもらっておくのだ。ちぃ、余りを渡されるとか悔しいのだ。でももらわないよりはもらっておいた方が。あれ、手紙が入ってるのだ。もしかして取り忘れたのだ。よーし、こっそり読んでからかってやるのだ。さてさて、なんて書いてるのだ。チョコ美味しかったよ葵。ふーふー、ゴールやりました。なあ、つくもいつから気づいていたのだ。本当に気づいていないとでも思ったのか。少し考えてみればわかることだろう。やったな、つくも先輩。まず私に猫型のチョコを渡した時点で猫型のチョコってドラえもんみたいな、猫型ロボみたいな言い方すんな。まず私に猫型のチョコを渡した時点である程度の候補を縛ることができるさ。野球部なら中野さん、浮田さん、葵だね。中野さんなら何かしら探りを入れてくるだろうし、浮田さんが手紙をつけないと考えにくい。そうやって消去法で考えれば残ったのは一人しかいないってことさ。ぐぬぬぬ、じゃあなんで葵にささっと渡さなかったのだ。前に葵が言ってただろ、つくもにだけは意地悪だって。だから私も葵にだけは意地悪をしてみようって思っただけさ。お、おのれ、葵の心をもてあそぶとは許せんのだ。葵をもてあそんだ罰ゲームとして今から一緒にバス園行くのだ。私にだけは罰があるのかい。葵だって私に意地悪をしてたじゃないか。うーんだ、意地悪の重さが違うのだ。どんな気分で一日過ごしたと思ってるのだ。それはつまり私がどんなお返しをするのか葵は楽しみにしてたってことかな。そういうことなのだ。だからつくもは悪いやつなのだ。ふふ、そう考えると確かに悪いことをしたね。おとなしく罰ゲームに付き合おうとするよ。なんやそれ、仲良しかよ。よろしい、なら葵がいいって言うまで今日はとにかく打ちまくるのだ。なんだそのお話は。つくも先輩やるじゃないか。というわけで、第4話まで全て見ていきましたけれども、いかがだったでしょうか。いやー、これは面白かったですね。まさかの、まあ予想ついてたけどね、なんとなく。さすがにつくも先輩もそこまで鈍感じゃないよねっていう感じでございますけれども、まさか手紙をね、ちゃんと添えて渡すっていう、かっこいいですね。
というわけで見ていきましたけれども、皆さんよかったらねこのストーリーに関してコメントをぜひぜひしていってください。はい。で、まだねコメントしたことない方もぜひぜひコメントしてみてはいかがでしょうか。大歓迎でございますのでね。いや嬉しいですよ、コメントはね本当に嬉しいです。いつも皆さん本当にありがとうございます。はい。というわけで本日はこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価の方よろしくお願いします。ツイッターもやってます。ツイッターは概要欄に貼ってますのでぜひぜひフォローの方よろしくお願いします。というわけでまた次回の8月のシンデレラインでお会いしましょう。以上、チョス南水さんのチョスでした。バイバイ。